ケンゲマジケ2009にて、司会者のアルギト・ジェブレアケンガマジケは、アルバニアの音楽フェスティバルの一つである。その制作や放送を担当するメディアは、毎回同じとは限らず、これまでに、アルバニアでは、シュチプタルラジオテレビや、クラン TV、TVA や、RTV エナジー、コソボでは、RTV21 や、コソボラジオテレビジョンなどがあった。 ケンガマジケは1999年より始まったイベントであり、司会は2011年まで毎年アルディとジェブレアが担当している。例年、毎年11月に開催されるが、時期がずれる年もある。2005年以降は、大会の準決勝及び決勝で歌われる楽曲は、その1ヶ月前に、デューク・プリチャーケンガマジケという番組で放送される。視聴者は、電話や、 ショートメッセージサービス、ウェブサイトを通じて気に入った楽曲に投票でき、この結果と大会で録音された音源の再生が用いられていることなどへの批判もあるが、アルバニア国外に住むアルバニア人のミュージシャンも多く参加しており、多種多様な音楽をアルバニア及びその周辺諸国の幅広い大衆に発信する良い機会となっている。この大会で注目を集めることで、 広く、アルバニア語圏で、楽曲や、歌手の人気、知名度を高める機会となる。他のアルバニア語圏の代表的な音楽祭と、比較すると、剣がまじけはポップな作風のものが中心であるのに、対して、トップチャンネル主催のトップフェストは、オルタナ。剣賀まじけの司会は1999年以降、アルディとジェブレアが務めており、ジェブレアが一人で司会を務める場合もあれば、 ナタリア・エストラーダ、ブリジット・ニールセンなどのゲスト司会が加わる場合もある。ありがとうございます。